20世紀末テクノロジーの発展とともにあらゆる分野に普及した汎用人間型作業機械レイバー。巨大なロボットが日常となった世界で多発する犯罪に備え、警視庁は特化車両2課パトロールレイバー中隊パトレイバーを設立した。そして21世紀の今、これが現在のパトレイバーである。 The Next Generation パトレイバー。